はい、ということで、うん、スライムを作りましょう。スライムスライムの材料は何ですか。はい、放射。放射、あ、そうですね。そう、あとは洗濯の、洗濯の、そうですね、EVA。 急に問題出てきたから合わせた。EVA、はい、よかった、俺らいつも頑張ってて、まあ、そうですね、海苔を放射で固めるみたいなイメージで、はい、で、放射を溶かした液が、まあ、これ。はい、まあ、あんまり溶けないんで、ちょっと入れていただいて。全然いいです。ちょっと入れて、はい、はい、ね、はい、で、PVA で、はい、まあ、PVA の洗濯の濃さによって、はい、あのスライムの硬さが決まるので、多い方が硬いんですか。多い方が硬い。なるほど。まあ、大体じゃあここに半分くらいかな。1センチ、もうちょっといいかもね。2センチくらいじゃあドバッと一気に入れちゃってもらって。何ですか。そうです、もうちょい入れてもいいかな。俺らが使ってるやつより素材が良さそうに見えるな。なんかすごい透明な気がする。いい高級なスライムできそうだな。ちょっと濃いめの上質なスライムが、で、これ水、はい、はい、この水も同量入れちゃいますね。はい、まあ基本1対1くらいが、そうですよね、まあ、基本のスライム。なるほどなるほど。いや、このリアルなスライムの作り方って、はい、多分教わんないから、ま、すごい貴重ですよ、ま、はい、いいんですよね。絵の具で、水彩絵の具でいいんで、何色がいいですか。じゃあ、緑にしますか。緑くらいにしますか。はい、で、ちょっとこれも入れるんで、混ぜていただいて、よく溶かして。この色の方がいい、あ、でも、あ、でもこれっぽいですね。大丈夫ですね。ちょっとこっち不透明だと、こうね、ハイスピードで あんまり水っぽさが出ないかもしれない。確かに確かに。まあでもこれがスライムって感じのイメージありますね、うん、フルーチェみたいですね。ちょっとダマがあるので全部溶かしていただいて、はい、で、ここにちょっとずつ放射を入れると固まるんで。なるほど、ちょっとずつがいいですか。そうですね。あ、本当にちょっとずつ。あ、でも全然感覚がちょっと変わってくる。だんだん固まってくるんですよね、多分。だんだん、そうですね。ちょっとずつ入れてくそうです。で、もう泡立てる感じでどんどん混ぜちゃってもらえば。もう作り慣れたもんすか。そうですね。どんくらい今まで作ったんですか。まあ、1000回くらいは作ってんじゃないですかね。1000回総重量でいったらどんくらい作ってますか。総重量は3トンくらいです。やめてください。3トンもスライム作るのやめてください。これ200グラムとかでやってるんで。本当だね。うちのラボにはまだ 1トンくらいは作れるスライムの材料。地下にある兵器だ、兵器。地下にある時間思ったより遅かった。時間かかるとだんだんまとまっていくじゃないですか。そうそうそう、そうなんですね。はい、もうそこからは放射の、放射を作る。さそう、のりと放射を意外と簡単に作れるんですもんね。で、あと絵の具ですから。これできるお父さんちょっと、ね、あ、日曜大工的な感じで。そう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 、なんか何人かの家族で行くときあるじゃん。複数の家族で。確かにヒーローですよね。一、ね、人お父さんこれ作れたら表全部持ってきますよ。ちょっと持ち上げていただいてどうですか、はい。いや、これちょっと今までで一番いいっす。おお、意外とあの色が一番いいんですね。ちょっと濃いめの色を少し入れるぐらいが、ね、ちょっと使えそうですね、これで。これいいっすね。これ今回はやらないですけど、ここにあのベビーオイルとかオイル系を混ぜてあげると手にくっつきにくくなって、はい、小さいお子さんでもあの遊んでも、なるほどね、はい、これ必聴ですよ、本当にね。で、ここでね、はい、ベビーオイル入れれるお父さんは人気ですから。あのお父さんは入れないのに、入れないのに、うちのお父さんは入れたそうです。ベビーオイル、ベビーオイルのいい香りも混ざって。あ、そういうのもあるんですね。いい香りのスライムができます。ちょっとね、やっぱまだ手にくっつくっていうのはね。こちらです。うわ、すげえいい、楽しい。こんな感じ。うわ、いいっすね。だ、これがスライムだよね。これですよ、皆さん。